ロクリスの場所、情報中央。ロクリスとは、中央ギリシャの古代地名。主要都市はオプウス。東部エウボイア島側をロクリスオプンティア、西部コリントス湾側をロクリス、オゾリスと呼んで区別する。もともとは、東部のエウボイア島対岸地域のみをロクリスと呼び、この地域に住んでいたロクリス人は、オイレウス王の子、ショーアイアースが率いる軍勢として、イーリアスにも登場する。 当時は西部のコリントス湾側をポキスと呼び、この地に居住していたポキス人も同じくギリシア軍勢の一角としてイーリアスに登場する。紀元前680年頃にイタリア半島に進出し、ギリシア人発の植民地、ロクロイエピゼフリオイを現在のイタリア六里に建設した。この植民地では紀元前660年頃に ギリシア人社会としては初めて西分法方を持った。後に、西部のポキス人がロクリスに侵入し、集団が混雑したことで、上記のように抗議のロクリス人として統合された。このロクリス人は同等の権利を持ちつつ、東西領地域に分かれ住んでいたが、ペロポネソス戦争では互いに抗戦した。ありがとうございます。